皆さんこんにちは、佐々木美希です。 NASA が1997年8月に打ち上げた ACE 衛星は、地球から太陽方向へ約150万キロの太陽と地球の重力が釣り合う L1 点と呼ばれるところで太陽風の観測を行い、宇宙天気予報のために地球に到来する約1時間前の太陽風のデータをほぼリアルタイムに地球に送り続けています。情報通信研究機構はアメリカ、ドイツ、韓国などと協力して ACE 衛星からのデータの受信を行うことで、24時間途切れなく太陽風のデータを得ることに貢献しています。しかし ACE 衛星も打ち上げから約15年が経過して、その設計寿命を超えているため、その後継衛星が計画されています。後継衛星はディスカバーという衛星で、2014年の夏に打ち上げが予定されています。ディスカバー衛星は L1 点から地球の観測を行うのが主な目的ですが、太陽風の観測も行う予定です。ディスカバー衛星は地球の気候変動だけでなく、宇宙天気もモニターする優秀な衛星なのですね。